早速本日の駆動詞 go off を一緒に勉強していきましょう。そしてまず、オフのイメージを、ちょっとちっちゃいんですけどどうでしょうか、見えますか。ある場所から離れて、違う場所に移動する、これがオフのイメージらしいです。なんかそういうイメージが出てきました、調べてたらネットで。はい、でちょっとこう手を当てて、私ちょっと体を使いますね。離れます、離れてこの辺りに移動すると、つまり go off は、行ってますよね、ある方向に向かってて突然こう離れると、オフだと突然離れて違う状況とか環境に移るっていうのが、go off の、イメージです。それを踏まえると、まず1番目、アラームが鳴る、鳴る前と鳴った後ってやっぱり環境は違いますよね。眠りから覚めて、起きる、っていう、ことなので、つまり私はこう、さっき私ネイティブに問い詰めた Go off の off は一体何から離れているのか、何から離れているのか、これ正解も不正解もありません。勝手に私がイメージしていることなんですが、多分ですね、眠りとか、心地よさとかそういうものから、やっぱり突然音が鳴ると離れますよね、切り離されるっていうふうに感じたので、アラームが鳴る時のゴーオフはそんなイメージで使ってます。はい、では、例文を一緒に練習していきましょう。じゃん。The alarm went off at 6, but I didn't notice. はい、アラームが鳴った、6時になったけど気づかなかったっていう時、結構ありますよね。はい、そしてあともう一つ、じゃん。The alarm has gone off. Wake up! っていうふうに、もうこれがポイントです。もう誰かに、もう叫んでますよね。もう起きてって、もうアラームが鳴ったよ。でちょっとここでポイント、なぜ現在完了形なのか、ここ気になる方が多いかなっていうふうに思ったので、ちょっとこうポイント、ですね、説明させていただくと、現在完了形は、例えばそのアラームが鳴ったこと自体はもう過去なんですよ。10秒前なのか1分前なのか、それはちょっとわからないですね。わからないんですが、その過去になったことが今もなお、今現在のその、話し手に対してすごく影響がある時、なんかもうモヤモヤ感がある時、そういうのが残ってる時ですね。だから例えば3時間前にアラームが鳴ったのであれば、なんか遠い過去な感じがするんですよね。完全な過去、それだったら私は過去形で表現します。だけど3時間前とかじゃなくて、直前っていうのがポイントかなと思います。日本語で言うと何々したたとこたっていう言葉つきますよね、日本語も。だから一瞬過去かなって思うんだけど、したとこ、とこっていうのがちょっとポイントなんですよ。なんかやっぱ直前にそれがもう起こって、その起こったことが今現在もやっぱ影響があるっていう時、現在完了形を使います。はい、なのでですね、こういう状況の時はやっぱ現在完了形がこう、ふさわしいかなっていうふうに思います。ちょっとこう叫ぶような感じで読むと、そのリアル感が、臨場感がこう出てくるので、フレーズが覚えやすいですね。はい、では次、爆弾が爆発するです。こちらも、はい、手を置いて、爆弾が爆発する前と後ではやっぱり環境って大きく変わりますよね。こちら私がいつも気にしている、
このオフは一体何から離れるのか。この何かっていうのは、そうですね、やっぱり爆弾なので、平和とか平穏とか、そういうものから離れるかなっていうふうに感じました。では例文。Bombs went off on the street. Seven people were killed. はい。通りで爆弾が爆発して、7人が死亡した。ちょっと悲しい、怖いニュースですね。でもニュースの時、そうなんです。爆弾の時ですね、go off、使っている、他の言い方もあるんですが、go off も使っているので、爆弾っていうふうに思い出したら、ぜひ go off を使って例文作ってみてくださいね。はい、ではあともう一文。A gun went off by accident when a child played with it. 子供が銃で遊んでいる時に誤爆した。日本じゃまず聞かないニュースなんですが、どこかの国ではこれあるあるですよね。はい、by accident、偶然に、事故で、という意味です。play with it、何々で何々を使って遊ぶですね。ぜひこのフレーズも、覚えてくださいね。はい。はい、では次は、電気が消える、機械が止まるの go off です。はい、こちらも手を合わせて、このイメージ通りに離れますね。何から離れると機械とか電気止まるんでしょうか。私はこれ、電気とか電流とかから離れるから電気は消えるのかな、機械って止まるのかなっていうふうに感じました。はい、それを踏まえて、はい、例文はこちらです。The light goes off automatically in 10 seconds. オートマリカリーなんで、ちょっと長くて難しいですが、練習してみてくださいね。そして10秒後、は in を使います。これは10秒以内にっていう意味じゃないですね。はい、この in はもう完全に10秒後、10秒経った後の、in です。ここは間違いやすいので、ご間違いないように。はい、そしてあとも、次の例文はどうぞ。Kerosene is out. That's why the heater went off. はい、Kerosene は灯油です。我が家は灯油を使っております。なので冬の間はこのフレーズ結構出てきます。そして That's why、それがどうしたからなぜだ。なんか変な文章ですが、これつまりだからっていう意味ですね。 So と、同じです。 That's why だから The heater went off。 ヒーター止まってたんだってことになりますね。はい、こちらも、電気がつくっていう、失礼しました。電気を消すですね。人が電気を消す、スイッチを消すっていう時、 turn off です。この turn off は結構知ってる方が多いんですが、電気自体、自動詞の、働きですね、電気がつくっていう場合がこの go off ですね。 go on とか go off の、言い方知らない方結構多いので、では、普段日常で使える、状況ですよね。こちらあるあるなので、日常でちょっとこの真ん中は怖いですが、ニュースで爆弾の話を聞いた時、 go off を使って、ぜひ例文を作ってみてくださいね。はい、では本日の go off 駆動詞でした。次は何しようか。楽しみに。 OK! Bye! Have a nice day!